私、塚田農場が好きなんです。昨日来てくれたお客様で、塚田農場でアルバイトをした女性の方がいました。その方が言った言葉です。昨日7人の予約をいただいて、でその女性は塚田農場で約3年半アルバイトをして、その時の店長がこのポジティブ居酒屋というお店を教えてくれて、そして昨日予約をして来てくれました。その塚田農場の店長は、僕が新宿東口駅前店で料理長をやってた時のホールのアルバイトの子です。その子が新卒で AB カンパニーという会社に入って、そしてどん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 成長して出世をして、今エリアマネージャーみたいなことをしているそうです。でそこの岡田浩二という男がいるんですけども、その岡田浩二の店長をやってた時に働いてたアルバイトの女の子なんですね。僕は塚田農場本当大好きで、この僕が前職の塚田農場で働いた経験が今にすごく生かされてます。でその時にアルバイトでいた岡田浩二さんとですね、まあ、一緒に働いて、そしてもう僕が辞めてもう5年半ぐらい経つんですけども、辞めた後にですね、岡田くんが店長になって、そして塚田農場、店長として塚田農場を、アルバイトの子が塚田農場私好きなんですと、だから大学生活のほとんどのアルバイトをこの塚田農場で過ごしたと、その女性は目をキラキラ輝かせながら、本当にいい環境でしたと言っておりました。僕はすごくその言葉が嬉しくて、一緒に働いた仲間が店長になって、そしてこの女、その女性をね、こんなにも好きにさせてくれた、塚田農場というお店を好きにさせてくれた、そういう環境を作ってくれた岡田くんにはものすごく僕は感謝してますし、そして僕のことを忘れないで、僕が独立をしてこのポジティブ居酒屋というお店を作ったこと、そしてこのお店がすごい楽しいんだよということをですね、伝えてくれたこと、本当に感謝してます。僕と一緒に仕事をして、そしてその仲間、大切な仲間がどんどん成長していって、でその先にまたその人が、出会った人がまた喜んで幸せになっていって、僕はその女性には塚田農場の時は会ったこともないし、でもこのポジティブ居酒屋というお店で塚田農場という縁からこのお店に来てくれて、そしてその塚田農場で働いた女性プラスそこにいた仲間たち、合計7人の仲間たちもこの塚田農場で僕働いたから出会えた、素敵な素敵な縁だと思います。こうやって僕が一緒に働いた人、関わりを持った人、大切な人の先にまた素敵な笑顔があって、素敵な環境があって、その人たちがまた幸せになれてと、そうやってこう連鎖していくことっていうのは本当にすごく幸せなことだなと思いますし、僕もそうやって目の前にいるお客さんを喜んでもらった、その先の人がまた喜んでもらったと、小さなね、小さな小さなことかもしれないんですけども、その小さなことを積み重ねていけば、きっと気がついたらね、大きな大きな幸せに、大きな大きな喜びにつながっていくんじゃないかなと、そう思えた、そんな昨日は素敵な出来事があったというですね、お話でございました。以上、毎日ポジティブ512回目でございました。ご視聴ありがとうございます。